せーの、ビチョンコビチョンコビチョンコいただきました。何やらせるんですか。わあ、だってもうここ赤いじゃん、赤いじゃん、赤いじゃん。来ましたよ、庄司さん。焼けましたよ、これね。じゃあちょっと1個ぐらいちょっと試食してくださいよ、これね。まあ1辛ですかね、可愛いもん、可愛いもんですよ。あ、そう。じゃあこの激辛ホルモン1辛がいきますね。いただきます。まあ、カルビだけどね。あ、そうだ、カルビだ。何面適当か。適当だ。いただきます。これね、うん、うま辛い。辛くもないですね。あ、ほんとだ。全然。え、信じるよ。喉の上がプリッとする。プリッと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 する。でもこれはまだ大丈夫。ああ、全然。あ、これ何、これ何、これ500辛です、500辛。これちょっとね、さっきより赤みも増してますし、香りも若干刺激臭が。ああ、だってね、店員さんがね、はい、辛い煙が出ますので気をつけてください。辛い煙って何？初めて聞きましたね。辛い煙って何やろ。やばい煙が出るみたいな。俺ね、今日もね、お尻から火を吹いちゃうと、いうことですよ。辛いのあんまりやったことないんで、苦手なんで避けて避けて通ってたのね。なので、まさか激辛調人さん全然ロレツ回ってないですから。ブグロレツ、ブグロレツ、ブグロレツさんと、はい、あー、500辛ですよ、これが。どうですかね、あんま見た目はどうなんだろう、これ。見た目だけだったら、本当に甘辛こってりの美味しい焼肉に見えるんだけど。はい、聞きます。ありがとうございます、ね、先ですよ、やっぱりジョニーが先ですか。そう、もちろんもちろん。毒味という、ね、僕は実験台ですかね。じゃあ行きましょうか。500辛、カルビですね、これ。ホルモンじゃないですかね、カルビですよ。いただきます。急に来ましたね。なんか目が涙目なんだけど。あー、咳込む。嘘でしょ。あなたじゃない、ちょっと驚かそうとした。無理だろ、無理だろ、ほんと。リアルですか、リアルですか。ジョニー演技とかしないですから。いつものジョニーのね。大丈夫、いつもって初めて会ったじゃないですか。ジョニー、ジョニーですよ、ほんと。いや、いいよ、いいよ。どう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 、来た、来ました。ジョニーさん、死亡です。あのね、はい、あのね、アロエース、あのね、あのね、日村か、あのね、空気に触れるとダメね。痛い、痛いと。あー、痛いね、これ。どういうことですよ、マジですか、痛いですか。じゃあこれ 500? これ500です。あとこの1000倍いきますからね、1500までいきますから、付き合ってくださいよ。ちょやばいっす、ジョニーももう、あ、熱い、熱い、熱い。荒いな、吹き方が。ジョニーはね、こんな500からでね、ヒーコラ言うあれじゃないですからね。目指すとか、ね、1500ですから、行きましょう。慣れてきました。ちょっと味覚がバカになったみたいですね、庄司さん。もうビッチョンコですよ。本当にこれがね、辛さのレベルを物語ってます。500だよ、まだ500ですよ。やばくないですか、やばくないですか。やばくないですか。これやばい。さっきまでこんなふりかけみたいなのかかってなかった。だってさっきの500も結構だったけど、徐々に舌を慣らしていきましょうということですよ。なんかもう、なんかフォルムが違うくない。なんかきっと乗ってますよね、ふりかけみたいな。照り焼きチキンが食べたい。ダメです、激辛です。今日は残念ながら照り焼きは出ません、庄司さん。今日は激辛ジョニーがね、激辛をおもてなししますからね。お手並み拝見です。いただきます。やっぱりね、
500辛より1000辛のこうどしっと重みのある辛さ。いってらっしゃい。行きます、行ってきます。はい、どう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 、めっちゃ固まってんじゃないですか。よられが出る。よられよられが出て出る。あ、でも私いけるかも。お、意外に強いんじゃないですか。最近ちょっとね、いろいろね、鍛えられてるからね。ほんとっすか。じゃあ、じゃんじゃん行きましょう、じゃんじゃんね。じゃんじゃん行きましょうね。慣れてきますよ、多分ね。そうなの、辛さって慣れるの。慣れますよ、反復練習みたいなもんですからね。メガハイボール入ります。何なんですか、その顔は。喉にね、入る瞬間にいろんなところ攻撃して入っていく。いろんなとこいろんなところバカ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 って攻撃して入っていく。庄司さん、全然汗かかないですよね。実は強いんだよ、私。実は激辛大食いできんじゃないですか。じゃあね、1000辛を撃破したということでね。じゃあ次これいきましょう。マックスですよ、マックス。庄司さん、これ何ですか、何辛ですか。1500。1500ですよ、これ。あー、ちょっと若干刺激臭が。あー、でもなんかもう口の中がポジショニングされてるというか。何のポジショニングですか。オッケーっていう感じ。オッケー、許容範囲が。そうそう、広がった。乗り切るかな、これ。うわー、結構量もあるし。でも乗けますか。はい、はい、いらっしゃいませ。汗が止まらん。本気出しちゃっていいですか。いい体してんねえ。いい体してんねえかも。ちょっとジョニーを本気にさせるぐらいの辛さですからね、これ。おっと、あんまりリアクションに困らない辛さですよ、これ。汗すごいね。全然あの関係ないんですけど、大食いされてるじゃないですか。ええ。でも全然ね、体型とか、なんでそんな大食いしててこの体型を維持できるかみたいな。あのね、維持をしてるつもりもないよね、別にね。はいはいはい。ただ、日頃から私食べなくても大丈夫。そうなんですか。満腹中枢が壊れとるんで、はいはい、全く食べなければ食べないで、何もない、別に。お腹が空かない。へぇ、でも、じゃあこれだけ食べてくださいって言われたら、はい、カパーって食べる。でもその代わり、ものすごく入れすぎると、下るのも早い。お腹だけど、この辛いのを食べて食らうのと同じだと思う。これね、一緒に激辛ワールドに行きましょう。行ってきまーす。カラフン。カラフン。喋るのが半端ないか。喋れないみたいです。お店秘話の言える表現。これ何言ってるか分かんないんですけど。お店秘話の辛いや。辛いそうです。来ますね。もうね、汗がもうやばい。あ、さすがに汗かいてきましたね、庄司さん。あ、でも私意外といけるかも。意外と。え、でも待って待って、1500が一番上って言ってたじゃん。これ何？店員さん曰く、もう1500の日にならない。裏メニューです。死んじゃうレベルですよ。うわ、めっちゃとろみあります、これ。うわ、私今見てるだけで涙が出てきてるんだけど。うわ、これなんかすごいとろみがあるんですけど、なんか色がさ、なんか絵の具っていうか、なんかちょっと違う色みたい。赤が赤じゃないというか。完食率5割ですからね。半分近くこれリタイアできない。たった5切れですよ、たった5切れ。このソースを舐めた後に焼肉ソース舐めたら甘く感じる。本当にこのソースにかけると。つける。これつける。え、めっちゃ固まってますよ、これ。やばくないですか。動かない動かない、全然動かない。え、なにこれ。やばくないですか、これ。なにこれ。マジョニー、山口電子です。行ってきます。はい、どんどん。はい、どんどん。あー、つけすぎじゃない？つけすぎですか。じゃあね、マックスレベルです。激辛ジョニーの何かって。いただきます。嘘でしょ、嘘でしょ。ソースが半端ない、これカレー。お、あ、それてっじゃないわ。てっじゃないわ。なんでこんな時にてっする。殺人ソースですよ、これ。ほんまに。カレー、ちょっ
食べてみてください、これやばい、ソースやな、だっておかしいじゃないですか、これめっちゃ固まってこれおかしいほら、落ちないですよ、エロ具みたい、これ内緒なんだって、何を使ってるか内緒だって言ってた、ヒレのタレって言ってました、庄司さん食べてくださいよ、カレカレ氷出てるけど動揺してます、大丈夫、いってらっしゃい、行ってきます、頭つってやっちゃいましたね、やばいですよね、これ本当にやばいですよ、これこれいけんね、だいぶぶっ飛んだからさ、こいつだよね、これがやばいです、こい食べさせない、新しいホスター遊び、イケミネこれね、イケミネおっとオプション1万5000入りますうわこれやばい、わーで関節ディスいただきます、変態かはい、というわけでどうでしたか今日、どうもこうもだいぶ禁止状態じゃないですか、最後は効いた、いや結構辛かったですね、いやね、山口にもこんな激辛料理があるとはね、知らなかったんですよ、私も地元にいながら知らなかったです知らなかったかい、まだまだね、激辛世界は広いということでね、ジョニーに食べてもらいたい激辛料理があればね、どしどしコメントください、全国つつうらうら行きますから食べない、前半部分、庄司さんのチャンネルで映してますね、これは概要欄に貼っておきますね、お願いします、 Twitter 等々更新してますので、ぜひフォローお願いします、あとですね、この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いや今日はありがとうございました、ね、いや伸びるんだよねきっとね、伸びるよね、麺のように麺のように伸びる、うまいうまいうまい、でもだから結構自分が強いことに、はい、気がついた気がする、そうですよね、意外に結構辛いもの苦手って言ってましたけど、でも私ね、正直に言っていい、はい、ジョニーさん来るって言った時に、はい、腰を振る練習をすごいした一回も使わず一回も使わずだってあの格好で来て、あの格好で腰を振る系と思ったけど、それに負けずに練習はしとしちゃう、ちょっと腰振るんじゃないですかオッケーオッケーオッケー少女オッケーオッケーオッケーいいじゃないですか、お疲れ様でした、お疲れ様でした、練習また来てね、あ、本当ですよ、本当ですよ、まあ次回東京で、あ、次回東京で来てくれます、ね、東京行く行く、もっとね、腰を強くして、腰を強くして、次は食べちゃうぞってあー、そうだぞこらこらこら、何言ってるんだ顔でかいよね顔でまだ言うか本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もっと見てください。ほら、だいぶねっとり。ねっとりボタンはここだよ。オッケー。チャンネル登録してね。オッケー。もっともっと、もっと増えろ。オッケー。もっともっと。